1385年のイタリアの写本の挿絵。ボエティウスの教える姿と、投獄された姿が描かれている。哲学の慰めとは古代ローマの哲学者、ボエティウスにより書かれた哲学書である。480年に、ローマに貴族の家系で生まれたアンキウス・マンリウス・セベリヌス、ボエティウスは、哲学の研究に打ち込んで、プラトンやアリストテレスなどのギリシア哲学を収めていた。研究生活だけでなく、現実の政治にも参与しており、執政官の地位を獲得した後に、元老院で議席を得ている。しかし、反逆事件の際に政敵によって反逆罪の容疑者として疑われ、投獄されて、財産没収、死刑宣告を受けた。525年に、刑は執行されたが、その直前に書かれたのが、本書、哲学の慰めであった。本書は5部構成でまとめられており、その文章は、基本的に対話形式で記されている。またその対話の合間で詩文が挟まれていることも、文体の特徴である。ボエティウスはプラトンに代表される、ギリシア哲学の影響を示しながら、この著作で特に倫理に関するいくつかの主題を扱っている。特に理性によって情念を乗り越え、美徳、または善の概念に示される真の人間のあり方を追求する問題が取り上げられている。同時に、キリスト教的な神の概念とも整合できる神学が展開されている。つまり、神の万能性を踏まえながらも、人間の意志とは必然によって拘束されたものではなく、自由であり得るという彼の主張に見られる。神の存在と人間の自由意志の関係を調和させようとしている。ボエティウスのこの著作は中世以後に様々な類書をもたらし、ダンテやボッカチオにも影響を与え、活版印刷が導入されてからは各言語に翻訳されていった。1473年に不完全ではあったものの、ニュルンベルクからまず出版され、1491年から翌年にかけて出版された、ボエティウス著作集に収録される。しかし初めて学術研究に利用可能な完全版が出版されたのは1871年になってからである。哲学の慰めは、東ゴート王国。テオドリック王地下で反逆罪に問われ収監されていた、ボエティウスが判決を、そして最終的には、恐ろしい処刑を待っている間に書いた。ボエティウスは、非常に高い地位についていたが、反逆罪により罷免された。このことが、きっかけとなって本書は、生まれている。神によって統治された世界にどうして悪が、存在できるのか、あるいは神や、幸福の本性を考慮するとどうして気まぐれな運命の中で幸福が得られるのか、といった問題が本書で扱われているのはそうした事情を反映している。神に関する言及はしばしばなされているものの、本書は厳密にはキリスト教的ではない。関連性があるとしばしば推測されているが、実際にはイエス・キリストやキリスト教に対する言及はない。ただ、神は永遠にして、全知全能であるだけでなくすべての全性の起源として、表されている。ボエティウスは本書を自分と擬人化された哲学との会話として書いている。彼女は、運命や富の移ろいやすい本性について論じ、彼女が、唯一本当に良いものと呼ぶ、精神的なものの究極的な優越性を説くことで、ボエティウスを慰める。幸福の移ろいゆくことによって、危なくなることがないため、人の美徳とはその人の持っているものすべてに他ならず、また、幸福は、自己の内面から起こってくるものだと力説する。運命や自由意志の本性、なぜ悪人が栄え善人が虐げられるのか、人間の本性、徳、正義といった問題を扱う。神はすべてを見、知ることができるのか、人は自由意志を持つのかと問うとき、彼は自由意志と、運命論の対立の本性について語っている。ボエティウスについて、V.E. ワッツが言うところによれば、神は、戦車競争の観客のようなものだ。彼は、戦車の御車の動きを見るが、そのことで、彼が動くことはない。人間の本性に関して、人間は本来は善なる存在なのだが、悪意に屈服した時にのみ獣のレベルにまで落ちると、ボエティウスは言っている。正義に関して、検事と罪人の理想的な関係を表すのに医者と患者の類比を使い、罪人は責められるべきではなくむしろ同情と敬意を持って扱われるべきだとボエティウスは言っている。哲学の慰めでボエティウスは、キリスト教には言及せずに、自然哲学や古代ギリシアの学派のみに依拠して、宗教的な問題に答えている。彼は信仰と理性の調和を信じていた。キリスト教の真理は、哲学の真理と同じであると彼は考えていた。ヘンリー・チャドウィックのことでは、哲学の慰めに、キリスト教に特徴的な要素が含まれていないというなら、特に異教的である要素も含まれていないということになるだろう。それは、キリスト教徒でもあるし、プラトニストでもある著者によって書かれたが、キリスト教文学ではない。カロリング朝の時代から、中世の終焉前後にかけて、ヨーロッパの世俗文学の中で、本書は最も多く写本が作成された。本書は、最も有名かつ影響力の高い哲学書で、哲学者や、神学者が読むのと同じだけ政治家、詩人、歴史家も読んだ。古典時代の思想が中世西洋世界で利用可能になったのはボエティウスを通じてのことであった。ボエティウスは最後のローマ人にして最初のスコラ学者だとしばしば言われる。哲学の慰め1385年イタリアの写本より講義を行うボエティウスと収監された。ボエティウス本書の哲学的な主張は、中世の宗教的に敬虔な慣習によく馴染んだ。読者は、世界の金や権力といったものを追い求めないで、内的な徳を追い求めるように書き立てられた。悪には善に転じると助けを提供するという目的があるが、悪に苛まれることは疎くなことだとされた。神は、神への愛や祈りによって、宇宙を統治しており、愛が、真の幸福へと導いてくれる。中世には、運命論を却下するという、生き生きした感覚を持って、ボエティウスのうちに、キリスト教の聖霊に酷似した生の解釈が見出された。哲学の慰めは小セネカの異教の哲学と、哲学の慰めより、後の時代のトマス・アクイナスのキリスト教哲学との間で、決定論的な特徴とキリスト教の謙遜という、教義から成り立っていた。本書は、プラトンと、その対話編から、大きな影響を受けている。口語への翻訳は有名な名士、例えば、アルフレッド大王、ジャン・ド・モーン、ジェフリー・チョーサー、エリザベス一世、ノートカーといった人々によってなされた。西洋の聖典を通じて繰り返された主題が、哲学の慰めには見出される。ダンテに物を告げる女性としての知恵。ジョン・ミルトンと共有される、創造宇宙における上昇、チョーサーの騎士道物語に、同様のやり方が見出される反発する力の調和、そして中世を通じて、非常に一般的であった運命の車輪。ダンテの、神曲では、本書からの引用がしばしば行われている。ボエティウスについて、ダンテは、彼に耳を傾ける人皆に対して当てにならない。世界を晒す神聖な魂と評している。ボエティウスの影響は、ジョフリー・チョーサーの詩編、例えば、トロイラス&クリセーダ、ザ・ナイツ・テール、ザ・クラーク、エステール、ザ・フランクリンズ・テール、ザ・パーソン、エステール、ザ・テール・オブ・メリビー、あるいは、ザ・パーラメント・オブ・ファウルズに登場する本性という女性、さらには、トゥルース、ザ・フォーマー・エイジ、ラック・オブ・ステッドファストネスといった商品など、どこにでも見出せる。チョーサーは、ボスというタイトルで、哲学の慰めを訳している。イタリアの作曲家、ルイージ・ダ・ラ・ピッコラは、哲学の慰めの幾分かを、自身の合唱曲、囚われの歌カンティ・ディ・プリッジニアで利用している。オーストラリアの作曲家、ピーター・スカルソープは、哲学の慰めをオペラあるいは音楽劇場作品、ライツ・オブ・パッセージで引用している。この作品はシドニー・オペラハウスの開館時に委託されたが間に合わなかった。トム・シッピーは、中津国への道において、トールキンの指輪物語における悪の取り扱いがどれだけ、ボエティウス的かを言っている。トールキンは、アルフレッド大王によるボエティウスの翻訳についてよく知っていて、フロド・バギンズ、木のひげ、エルロンドといった登場人物にボエティウスの引用を言わせている。ボエティウスと哲学の慰めは、ピューリッツァー賞を受賞した、コンフェデラシー・オブ・ダンスの主役イグナティウス・ジェイ・ライリーにも、しばしば引用されている。哲学の慰めは、プロシメトルム、つまり、陰文の部分と散文の部分が混在する作品である。この著書の工程の中で、ボエティウスは、ラテン語詞の形式の名人芸じみた運用を見せている。哲学の慰めは、メニッポス風風詩、つまり、アレゴリー的な物語、プラトン的対話編、叙事詩の根稿に分類される。20世紀には、哲学の慰めの写本が400以上生き残っていて、かつて人気があったことの証となっている。ありがとうございます。